広島県議会は統一地方選後初めてとなる臨時会を開き、最大会派の自民議連所属の中本隆氏を議長に再選しました。選挙は改選後初めてとなった臨時会であり、自民議連の中本隆氏が64票中57票を獲得し議長に選ばれました。このほか知事に批判的立場を取る自民党公示会の候補が5票、共産党の候補が2票となりました。中本氏は8期目で2019年から議長を務め、今回が2度目の選出です。議員一人一人が高い倫理観を持ち、県民に開かれた信頼される議会の実現を図るとともに、民主的な運営に努めてまいりたい。副議長には同じく自民議連から尾形直行氏を選出。議長副議長ともに最大会派が占めることになりました。